どうもこんにちは、しゅんじです。今日はディノストライクの新しい商品ですかね、ディノストライクハント、こちらの方3個、1つに2個入ってるんで合計6カプセル見ていきたいと思います。はい、こちらですね、透明のケースの中に大きなカプセルが2個入ってます。で、中に何が入ってるかね、わかんないタイプになってますね。で、かっこいい恐竜、これティラノサウルスかなのイラストが書いてて、で、ラインナップがこれですかね、ちょっとわかんないんですけど、写真が載ってます。ピンク色、これ赤色のティラノサウルスかな、なんかすごいめっちゃかっこいいね、かっこいいの出てほしいですね。よいしょ。はい、中にね、こんな感じで、2個ね、入ってますね。そう、5サプライズって書いてるんですけど、そう、このカプセルがね、めっちゃ面白いんですよ。この丸いカプセルね、なんかみかんみたいにね、パカッと、パカッと開くんですよ。この上だったかな？あ、ここだ。このね、上のやつを取ると、よいしょ。はい、パカッと。めっちゃ可愛くないですか？あれ？前こっちもこんな感じだったんだけど、あれ？なんか大きいのに変わってる。で、この中にパーツが入ってて、組み立てると恐竜が完成するっていう商品です。で、こちらがガイドブックだと思います。はい。で、ペラッとめくると、やっぱりさっきの横に書いてたのがラインナップだったんですかね。あ、今回車もあるみたいですよ。すげえ。はい。で、こんな感じ。で、くるっと回して、多分反対、あ、反対は違うか。違う種類。おー、オレンジ色の車両とかもある。ヘリコプターもあるんだ。で、これなんかレアもあるみたいで、ケースのところに出たこのね、T-Rex。これが、なんかレアみたいですね。あと車両も、この色の車両はレアになってるようです。では、ペリペリっとめくりますね。これが楽しいんですよ。なんかドキドキした。あ、いきなり車両？茶色のやつって、なんだろうこれ。まだわかんないですね、これ。ボディがオレンジだったらレアではない。で、多分こっち側に多分ボディが入ってると思うんで。はい。後で見ましょう。あ、すごい。クレルの、ちょっとスモークの入ったね、クリアパーツになってる。あ、いいね。これ武器だ。武器入ってる。緑色っていうことは、もしかして、あれかな？レアじゃない方かな？いきます。あー、オレンジ色の、ジープみたいな車両が入ってました。いやー、これレアじゃないですね。こちら組み立て説明書が入ってたんで、こちらを見て組み立てます。先にね、2個目のカプセル何が入ってるのか、もう気になっちゃうんで、見ていきたいと思いますね。いや、次はね、恐竜のフィギュアが欲しい。恐竜のフィギュアが欲しい。では今度は、この大きい方から見ていきますね。ペリペリっとめくって。恐竜。あ、僕が欲しかった、赤色の、これは、T-Rex じゃないですか？ね、なんか思ってた色とちょっと違うけど。いや、でも嬉しい。はい、残りも、ピリピリっとめくって、はい、ここには後ろ足と、あと前足。よいしょ。ここも、後ろ足と前足。で、あとどこだろう？尻尾とか。あ、尻尾が入ってましたね。では、こちらも説明書入ってるんで組み立てます。はい、アタックジープに T-Rex 組み立てれました。では、まずはね、アタックジープから見ていきます。ね、レアな車両ではないですけど、こちらオレンジ色のアタックジープ。かなり派手な色になってますね。で、ボディ大きいんですけど、プラスチックなんでね、軽いですね。で、一番前には、大きな多分ね、恐竜を捕まえるための、アームがあるんだけど、少しだけなんですけど動きます。ただ、アームは開いたりしないから、めっちゃちっちゃいのじゃないと、そう、恐竜フィギュアをこう挟むことはできなさそうですね。はい。で、ここヘッドライトかな。で、横、なんか、すごいかっこいい。なんて書いてるのかちょっと読めないけど。なんか文字書いてあって、あとロゴがありますね。で、横の窓は、この網みたいな形になっててね、頑丈そうですね。で、タイヤホイールが、焦げ茶色になってて、まあ、タイヤもあるんで、手転がして遊べるようになってますね。はい、後ろこちらとなってて、で、この上の部分ですね、ここに、武器がセットされてて、これも、弾差し込んであるんですけど、このシルバーのやつが、弾になりますね。で、横にスイッチがあって、これを押すと、おお、すごい。
結構いい勢いで飛びますね。で結構いい勢いで飛ぶんで、まあ人がねいないところを向けてね発射しないと危ないですね。で次はねこちら赤色の T レックスを見ていきます。このフィギュアなんとあのマテルのメガタック T レックスと同じような頭にこのプロテクターがねセットされてるんですよ。これ面白い。サイズなんですけど、アニア、ジュラシックワールド、T-Rexを横に並べると、確かね、アニアと同じぐらいのサイズだったと思いますね。あ、アニアよりもね、幅は、ディノストライクの方が大きいですかね。うん、ちょっと大きめのサイズになってました。いや、これすごくないですか？結構感動してます。あのメガアタック T-Rex と同じですよ。これ、プロテクターがあって、あとね、アクションがあるんですけど、後でやりますね。はい、プロテクターをセットされた状態で見ると、こちらですね。かっこいいね。いいですね。で、目が黄色になってて、上には青色の柄が入ってて、凶暴な、雰囲気出てますね。で、体ちょっとシワなんかもあったりしてね、造形もめっちゃいいです。で、前足ですね、2本の指があって、爪のところとかもね、綺麗に塗装されてるんですよね。で、前足に、後ろ足、稼働するようになってますね。で、体にはなんとね、傷もあったりして、戦ったね。跡があってかっこいいですこれもまたいいね。めっちゃかっこいいですよ。で後ろの尻尾をちょっとねくねっと曲がってて動きのある形になってますね。ではね尻尾動かして頭稼働させてみます。ね上下に動くんですけど、あ下かな、下に押せるようになってて、押します。押すと、あ首、あやっぱりね、この尻尾を動かすと頭振るんで、その時にプロテクターがこう落ちるっていうね仕掛けになってたようですね。もう一度セットして、尻尾を動かすと、はい、メガアタックほどこう激しいね感じでこうプロテクターは取れないけど、いやなんか可愛いね、いいですね。で T-Rex の頭こちらですね。おお迫力のある形になってる、かっこいい。で歯がね綺麗な白色になってて、で口がねこう開閉するようになってますね。いやこのサイズの頭にプロテクターのあるあのフィギュア、いや初めて見た。これ可愛いですね。いやまさかプロテクターとかがあると思ってなかったから、いや次もねすごい楽しみです。では取り出しますね。はい、取り出せました。では早速開けていきますね。いやー被らなかったらいいんですけどね。もう大きいのから見ていきましょう。はい、あこれ何だったっけ。あこれね、そうそうそう、翼があるからこれです。これあのね英語で書いてるんですけど、日本語だと、翼竜って書いてるようですね。なんかね発音が難しいんですよ。確かテラスか、ごめんなさいちょっとわかんないです。はい、翼竜っていうことで名前が書いてないんですよね。ここには、翼に、あと体ですね。あと何が入ってるんだろう。よいしょ、これなんだ？あ、頭じゃない。これ翼パーツですね。で、頭がね、どんなのか、ちょっと気になりますよね。そう。あ、頭、この形、タペアラかな？なんかそんな形ですよね。で、もう一個のカプセル見ていきます。さあ、これ乗り物とかなのかな？あ、違う。恐竜が入ってますね。ん？これはなんだろう？あ、これは、ちょっと背中のところに帆があるんで、アマルガサウルスですね。多分まだ組み立ててないんでわかんないですけど、あ、多分違うかな違うかな、多分そうだと思う。頭どこありました。あれ頭どこだろう。あ、頭ここに入ってたんだ。あ、アマルガサウルスです。合ってた、よかったです。翼竜にアマルガサウルス組み立てました。これもねあの頭にプロテクターとかはないんですけど、なんか面白いのついてますね。まずは名前翼竜って書いてた、こちらのフィギュアから見ていきますね。頭の形がねタペアラっぽいんですけど、どうですかまあ何かわかる方いらっしゃったらぜひねコメントで教えてください。でこちらサイズなんですけど、アニアジュラシックワールドのプテラノドンとね、大きさを比べると翼の大きさはねあんまり変わんない、同じぐらいの大きさですね。ただ幅はありますからね。こっちの方がディノストライクの方がちょっと大きく見えますね。で、体の色がね綺麗な水色になってて、あとオレンジ色の、柄も入っててね、かっこいい。本当になんかいい色してますねこのフィギュア。
で、頭、トサカがあってね、めっちゃかっこいいですよ、この頭の形で。目がクリクリです。で、口が開閉するようになってるんですよね。はい、口開けると中には舌があってね、可愛らしい色になってますね。で、これもアクションがあります。後でやりますね。首が動いて、あと足も稼働します。で、大きな翼ですね。ちゃんとこの前足があってね、爪のところとか綺麗に塗装されてて、で、翼のこの下の色はちょっとね違うんですよ。こうクリーム色になってて優しい色になってるな。で、ちょっとシワなんかもあったりしてね、この辺の造形なんかもよくできてて、で、後ろ足ですよ。このね、横に、わさっとこう広げててね、めっちゃかっこいい。なんか獲物を今からこうね、捕まえる前のような、そんなね、形になっててかっこいいですね。で、この足のところに、後ろ足のところになんとこの鎖つながれててね、なんか捕まってるんですよ。これちゃんとね、取れるようになってるんで、他の恐竜とかにセットできそうですね。いや、これ面白いよね。これも可愛い。で、アクションなんですけど、足ですね、後ろ足を、こう、ぎゅっとこう握ります。握ると、頭が、はい、下に動くようになってるんですよね。めっちゃ可愛い。動きかわいい。不自然なぐらい足広げてたから、なんでかなって思ったんだけど、こういうことだったみたいですね。こう頭がね、動くようになってたようです。次はね、アマルガサウルス見ていきます。もう大きいのね、足についちゃってるんだけど、ちょっと後ろにして、まず大きさなんですけど、アニアのアマルガサウルスと、比べると、この首のところの穂の大きさが全然違う。アニアの方がかなり大きいですね。で、フィギュアの大きさは、ディノストライクの方が大きい。うん。長さも幅もありますね。アニアは暗い色でしたけど、この、ディノストライクのアマルガサウルスは綺麗な色ですね。水色になってて、で、この穂の部分ですね。綺麗、これ明るいオレンジ色、蛍光色っぽいオレンジカラーになってますね。で、口なんか開けて吠えてそうな、そんな表情になってて、目クリクリですね、このアンマルガサウルスも。で、首がね、少し長くて特徴的なね、この、首のところと、あと体のところに、穂があります、ね。で、アマルガサウルスも傷を負ってる。T-Rex みたいに傷を負ってますね。これ多分柄じゃないと思いますね。あとね、首と尻尾が稼働するようになってて、で、がっちりした体ね、お腹のところタプンとたるんだ皮が可愛くて、で、前足、後ろ足ですね。前後に稼働するようになってますね。で、爪のところね、綺麗に、黒色で塗装されてます。はい。で、後ろの尻尾ですね。で、くねっとちょっと曲がったね、形になってて、これも、動きのある形になってて、尻尾まで、これ尻尾も傷かな？これ柄かな？ちょっと、わかんなくなってきた。なんか傷だらけですよ、これ。すごいね。で、足に、この大きな、鉄球をつけてるんですよ。まあ、これもね、取れるようになってるんで、他の恐竜にセットすることもできるようになってて、で、逃げないように、これぐらいだったらなんか逃げれそうですけどね、アマルガサウルスね。引きずりながらね。うん、なんかかわいそうだけど、なんかかわいいね、これね。で、アマルガサウルス、尻尾を稼働すると、横にね、動かすことができるようになってて、左右に振ると、首も、連動して左右に、動くようになってますね。可愛らしい動きになってます。では最後の、カプセル2個見ていきますね。レア出てほしい、カプセル取り出せました。では1個目のカプセル見ていきます。被らなかったらいいんだけど。ん？被った！アタックジープが出ちゃいましたね。もうこのままちょっと置いておきます。もう一個、大丈夫かな？ちょっとめっちゃドキドキしてきました。いきます。あ！最悪だ。被った。いや、なんかかっこいいけど、T-Rex。いやー、もう被っちゃいましたね。ごめんなさい。もう一緒です。初めにご紹介したのと同じなんだけど、まあ、せっかくなんで組み立てました。じっくり見るのはちょっとやめておきます。そう、ワンセットにカプセルが2個入ってるんだけど、初めのやつと全く同じ、種類がね、入ってたから、決まったセットになってるんですかね。なんかそんな感じですよね。
今回以前ねご紹介したこともある、ディノストライクの新しい商品、ディノストライクハントを、ご紹介したんですけど、面白かったですね。かなり進化してましたね。あの以前ご紹介したやつは、そう、恐竜の体にアーマーをセットして、で武器を、セットできるようになってたんだけど、今回のはそう、T-Rex はプロテクター、頭にプロテクターがセットされてて、であと他の恐竜もねちょっと面白いね、そう、鉄球だったり鎖が繋がってたりしてね、なんか捉えられたような形の設定になってるみたいですね。いや面白いですよね。そう、ディノストライクね、僕の動画でもね結構人気あってコメントとかいっぱいいただいてるんでね、国内でもねちょっとこれは本当にね販売してほしい。絶対人気出ると思うんだけどな。めちゃ楽しいんですけどね。そう、フィギュアの作りもいいしアクションもあるんでね、めちゃめちゃ楽しめるようになってるから、国内でもねこれ本当に販売してほしいですね。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。